2024年5月31日、鳴尾浜で行われたウエスタン・リーグの一戦で阪神タイガースの佐藤輝明選手が再び注目を集めました。しかし、その注目は期待とは異なるものでした。彼はこの試合で4番、3塁として先発出場しましたが、5回にソフトバンクのウォーカー選手が放った正面のゴロを補給できず、 痛恨のエラーを犯してししてままいましたこれで佐藤明選手は15日に1軍から降格して以来12試合で5つ目の失策となりその守備面での不安定さが露呈する結果となりましたこのビデオで佐藤明選手の現在の状況を詳しく分析し彼の今後の課題と展望について考察します 2021年にドラフト1位で阪神タイガースに入団した佐藤輝明選手はその長打力と打撃センスで一躍注目を浴びましたしかし2024年シーズンの序盤においてその打撃成績が振るわず守備面でも不安定なプレーが続いたため5月15日に1軍から2軍に降格する決断が下されましたウエスタン・イーグで再起を図る中 12試合で5つの失策を記録し特に守備面での不安定さが目立っています5月31日の鳴尾浜での試合は佐藤明選手にとって重要なステージとなりました彼は4番3塁としてスタメン出場しましたが5回の場面で痛恨のエラーを犯しましたソフトバンクのウォーカー選手が放った正面のゴロに対し 佐藤明選手は補給を試みましたがボールを高一しランナーを出塁させてしまいましたこのプレーは試合の流れを左右する大きなミスとなり佐藤明選手自身のメンタルにも影響を与えたことでしょうこの試合での明るいニュースは先発の伊藤進選手の好投でした彼は6回を投げて3安打1失点という安定したピッチングを披露しました 伊藤選手の活躍はチームにとって大きなクラス要素であり、今後の一軍昇格への期待が高まります。彼の力投はチームを鼓舞し、勝利への意欲を高めるものでした。佐藤明選手の課題は明白です。守備面での安定感を取り戻すことが最優先課題となっています。彼の強力な打撃力は魅力的ですが、 安定した守備力なくしては、は軍ででのレギュラー定着は難しいでしいょう。守備練習において基本に立ち返り確実な補給とスローイングを身につけることが必要ですまた精神的な強さも求められますエラーを恐れず自信を持ってプレーする姿勢が重要です佐藤輝明選手のウエスタンリーグでの試練は続いていますが 彼にはその逆境を乗り越えるためのポテンシャルが備わっています今回の失策は決して彼のキャリアを決定づけるものではありません彼が努力を重ね再び1軍で輝く姿を見せることを多くのファンが期待しています守備力の向上とメンタルの強化を通じて佐藤晃選手は再びその才能を開花させることでしょう 彼の今後の成長に注目し応援し続けましょう。